ベースには100円均一の木製トレイを使います。角が45度でつなぎ合わされているものがおすすめです。トレイの大きさを紙に写し取ります。この紙の上でレイアウトを構成しましょう。戦車がかっこよく見えるように少し斜めに置きます。方針がはみ出さないよう地面の大きさを決めました。島のようなベースができました。スチレンボードを用意します。下書きを写し取ります。薄いものならカッターで切り出せます。草の部分は土手にしますので緩衝材を使います。スチロールカッターを使います。このようにきれいに切り取れます。木工ボンドで貼り付けました。薄いプラ板を5ミリの幅で切り出します。プラ板は切るというより溝を掘ってから折るような感じですね。接着は瞬間接着剤を使います。焦らず端からゆっくりと取り付けていきます。断面部分はマジックで下書きをしてニッパーで切り取り、ナイフで整えます。プラ板の接合部は瞬間接着パテを使いました。ペーパーがけして整えれば OK です。地面の凹凸は積素粘土を使います。接着は木工ボンド、剥がれやすいのでしっかり端まで塗ります。軽く轍などを作って整えます。できました。周囲のはみ出しはウェットティッシュなどで水拭きします。ラップを引いて戦車を乗せ、履帯の部分をしっかりへこませておきます。周囲を黒サフで塗っておきます。マスキングをして準備完了です。次にテクスチャーペイントを使います。筆やヘラで塗りつけていきます。これで粘土の凹凸や横のプラ板との隙間がきれいに埋まります。できました。このまま植生作業に進んでも構いませんが、今回は荒木田土を乗せます。茶こしで細かい砂を取り出します。砂が均一に感じられたので鉄道模型のバラストを少し加えました。最初にボンドを塗ります。それから砂を撒いていきます。ボンドが乾いてしまうので少しずつ作業を進めていきます。出来上がりました。次に水溶きボンドを染み込ませていきます。1日乾燥させました。しっかり接着されていますね。
草を静電気アプリケーターを使って植えます。まずは短い下草、この2色を使います。接着剤は専用のものがおすすめです。草を植えたい箇所に塗っていきます。ケースの中で直接ブレンドをします。片方の電極をセットして巻いていきます。裏返してつかなかった分を除去します。使わなかった分は再利用が可能です。あっという間にできました。短い草はこの通りかなりしっかり立ってくれます。次に6ミリ程度の長い草を植えます。植えたい箇所にボンドを塗っていきます。固まった下草はかなりの強度があり、このような作業をしても剥がれたり倒れたりすることはありません。長い草は出にくく立ちにくいので、しっかり振って作業をします。逆さまにして引っ張ったり、ピンセットで立てたり、あの手この手です。できました。それなりに手間はかかりますが、作業としては簡単ですね。樹木を植えましょう。情景素材として有名なオランダドライフラワー、私は箱で購入しています。このような枝ぶりの小さな草が入っています。そのまま使っても良いですが、一旦小さく分けました。マホガニー、オリーブドラブ、黒で着色します。葉っぱはグリーンスタッフの情景素材を使います。木工ボンドを点々と枝に塗ってパン粉をつける要領でまぶしていきました。出来上がりです。あとはひたすら同じ作業の繰り返しとなります。しばらく作業をしてこんな感じに出来上がりました。穴を開けて枝を植えていきます。同じ作業を繰り返していきます。できましたが、まだまだスカスカですね。木工ボンドをさらに塗って上から巻いていきました。ミニネイチャーの草を用意しました。ハサミ等で切り出して小さな株にします。樹木の株に植えて隙間を埋めていきます。こちらの草にも植えます。黄色いものは花として植えました。カントリーグラスを細かい落ち葉などに見立てて巻いていきます。静電気で植えた草は境目がはっきりしすぎていますよね。境目に手で下草を巻いていきます。接着には情景模型専用接着剤を使います。ベタッとならず自然な仕上がりになりますので、おすすめです。出来上がりはこんな感じ。いろいろな色が混じり合って良い感じです。情景素材はツヤがあって実感を損ないます。フラットクリアを塗って落ち着かせましょう。砂拭きになって白くなることがあるので、薄く希釈しておくことが大切です。地面の仕上げにピグメントを使います。まずは一番広い面積となる薄い色を、続いて少し暗い色を2色重ねます。3色の様子を見ながらまばらにブレンドしていきます。アクリル溶剤の飛沫を行い固着させます。薄めたグランドブラウンを灌木の下あたりに塗り、湿気を感じさせます。
飛沫も飛ばしておきましょう。最後にバフを小石に塗ります。以上で地面の完成です。ノルマンディ地方でよく見られるコンクリート電柱を作ります。2ミリの角プラ棒を塩ビ板にプライ用接着剤で貼り付けます。乾燥したらこのようにパリッと剥がすことができます。ポリエステルパテを用意します。コンクリートで埋まっている箇所を再現します。これも硬化したらきれいに剥がすことができます。成形します。アクリルのデッキタンを吹き付けます。ファレホのバフを使い、欠けて白くなっているような表現をします。さらに焦げ茶色にて傷や割れを描いていきます。グランドブラウンを薄く溶いて全体にウォッシュします。濃いグランドブラウンを点々と置いてムラが出るようになじませます。雨だれ汚れをかき込み、薄い塗料で飛沫を飛ばします。以上でコンクリート電柱の完成です。外紙はプラ棒を電動ドリルに挟んで旋盤加工しました。真鍮線とプラ板でそれらしく仕上げました。塗り分けてウェザリングカラーでウォッシュします。錆汚れを油彩のマースオレンジで描きます。出来上がりです。そこに長めの真鍮線を刺しておいてベースに刺しました。すべて仕上がったのでマスキングを剥がします。最もテンションが上がる瞬間ですね。木製ベースですが、最初にオイルステンを塗ります。ボロ布を使って染み込ませるように塗っていきます。アクリルのクリアーレッドとブラックで作ったベース専用色を吹き付けます。光沢を少し落ち着かせるため半光沢を吹き付けておきました。 G クリアを使い接着します。慎重に位置を見極めて取り付けます。ネームプレートを用意しました。最後にイギリス兵のヘルメットを取り付けました。イギリスの戦区を進んでいるという物語性を高めるためです。戦車を配置して全て完成です。一つの作品を作る工程を詳細にご紹介いたしました。細かいところまでいろいろお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんがミリタリーモデルを制作するときの良いアイデアや問題の解決方法が見つかりましたか。
この動画が模型制作のお役に立てば幸いです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画をお楽しみに。